はい、えー、それでは平成30年第2回担当式本試験「監査論」の回答速報を始めていきたいと思います。今回のですね「監査論は」は皆さん解いてみてどうだったでしょうか えー、我々がですねご主人解いてみるとですねあの文言について問題文の文言が難しくて、えー、これ答えどっちなのかなとかですねあのー、基準通りに読むと解けるんだけれども実務を考えるとちょっとどうなの逆に、えー、実務を考えたらいいんだけれども基準通りに見るとどうなのかなというようにですね、あのー、ちょっと悩ましい問題があ多かったかなという気がします。 であのいつもの傾向ですと前半ですね第10問までの方が解きにくくてですねそして後半の問題11問目以降の方が比較的解きやすいという傾向にあったんですけどもあの今回蓋を開けてみるとですねあの前半ももちろんあの問題文文言は読みにくいのがあるんですが結果としては解けてしまうということが前半の問題の方があると。で 後半の方がですね。悩んで2択で最後迷ってしまって間違ってしまうという可能性が高いかなということで、えー、正当可能性としてはですね。あの前半の方があの高いとで、後半の方が正当可能性は低かったんじゃないかなというふうに思います、えー、論点はあのこれ、ちょっとね。画面映しますけれども、まあそんなにですね。突飛な論点は？ なかったですね1問目が、えー、こういうね、まあ、歴史から出てまして2問目が独立性とか職業倫理で、えー、前半特有のね会計手法だとか禁止法会社法があってそして四半期レビュー内部統制監査品質管理と、まあ、あのそんなに目新しいというかですね、まあ、通常前半で出るであろう論点が出ていて、まあ、その後保証業務とかですねでそしてまあ11問目からは監査基準だとか監査調書、ね、リスク評価 計画意見表明、えー、ご隠婚さん、えー、追記情報比較情報後発事象リスク対応不正リスク対応基準ということであのー、まああのー、範囲としては予想通りというかねです。でえー、っとこれちょっとですね正当可能性から先にざっと見ていきますけれども、えー、正当可能性はこう見ていただくと10問目まではあまあ えー、ほとんどね結果としてですよ問題文は難しいんだけれども結果としてまあできてほしいなというのがあ8問あるんですね10問中8問で中が2問ということになってます。これに対して後半はですね正当可能性高い問題は問問しかないとで、えー、問題1112これはですねちょっと難しかったと思いますね。えー、ここはね定としてます でそれ以外も中が多いということでねあのまあ全体として正当可能性みると高い問題が11問中程度が7問低が2問ということでやはりですね監査論はまあ13問から14問程度が合格ラインかなというふうに、えー、このねレックの会計しかでは判断していますね、えー、まあ65%から70%ということですで まあ14問できてればねあのかなりねいいと思いますし、えー、これ15問ぐらいできてしまうと、まあ、アドバンテージでしょうねで、えー、と13問だった12問だったからって言って、えーとまあ、悲観することは全然ないですけれども、まあ、あのレックの、ね、予想としてはこの程度14問取れてればいいなというところですね。 ではあの具体的にね中身見ていきますがやはり今回形式的なことを言えばですね全て正しいものの組み合わせを選ぶ問題ということであの形式に関ししての変更はありませんでしたね、えー、問題も20問そして全て正しいものの組み合わせを選ぶということになっています。ではですねえー、っと問題1をねまずねえー、っと。 見たいいと思いますけども問題1は何だったかというと、えー、会計士監査制度のの歴史の問題なんですねでここでですね、まあ、ちょっと特筆すべきはここなんです選択肢における年号および年代は生後判断の対象外とするということであの年代では引っ掛けてないよということでねあのここなんかはすごく、ね、あの考慮された練られ,練られた問題で、えーまあ、そんな細かいことじゃ引っ掛けないよということをあらかじめ言ってくださっていると。 いう問題ですねでそれもあってですねままあ、ここの正当可能性は高いいにしていますで、えー、とこれ、えー、中身ちょっと見ていきますけども「あ」はね、えー、これはあのー、準拠性とね適正性のあのー、枠組みの話でですねあのー、一般目的の財務諸表が、えー、適正性に限られるというのがこの「あ」の選択肢ですがまあこのねそれは間違いですよね。えー この適正性に限られるわけではなくて一般目的の財務諸表であってもですね、えー、準拠性に関する意見表明も認められると、まあ、ここはあはね、えー、通常あの学習が、えー、していただいていればですねあはまあできたかなというふうに思います。で はですねこれはあのー、中間なんでですよねで中間はもうほとんど勉強しなくていいということでね勉強されなかったかもしれないですがまあ有用性意見だということに関してはこれはですねあのその言葉ぐらいは知っていたかな、えー、講義でもね扱っていますので、えー、ここもできてほしかったかなというところですね。なのでは丸とでと、えー うですけれども、ここちょっと迷ったかもしれないですが、あの、えー、監査基準ねの実施基準とか報告基準にここです連結特有の監査手続きや監査報告に関する規定が設けられるとこれは冷静にですね思い返していただくと書いてないですよね。 これは連結特有の手続きというのは書いていませんので、えー、ここはバツということになります。まあ、ここはですね、歴史的なことを言えば、平成14年の監査基準の改正で廃止になったですね、監査実施準則と、ここにはですね、連結の場合の話が書いてあったんですね。 でも現在はご存知の通り換気法のねグループ監査というところに、えー、まあ譲られてますから委ねられてますからこの「う」はね「×」というふうに判断できたかなというふうに思います。で絵のところですねちょっとこれ迷っ,ちゃった方から迷っちゃった方いると思いますけどもまあ四半期はいいんですが四半期財務省の適正性と言われてね あれ適正性だっったたかなと思ったと思思うんですでもこれ後まで読むとねについて消極的形式による結論が表明されるようになったということでこれ文言を思い出してみるとですね適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかという話ですからやはりね適正性に関して消極的形式による結論を表明するんだと。 いうことでですねあのまああの絵に関しては丸ということでまああの問題1はね、えー、これは高と高い正当可能性高い問題というふうにして、まあ、いい問題でしょうね、えー、判断しています。はい、えー、ではですね <laughs> 問題2に行きましょう。問題2はですねこれは、えー、監査人の職業倫理とか独立性の問題ですね。はい でえー、っとまああのー、ここもですね正当可能性はまあ高,か高いとしていいんじゃないかなと思います。えー、というのはですねまず「あ」はですね、えー「監査チームおよび審査担当者が従うべき職業倫理に関する規定は」という文章があって最後にね、えーまあ、この書いてあることの規定のみであると。 でででももみであるって言ってもですね職業倫理に関する規定にはねもちろんあの監査基準とかね会計手法なんかねいろいろありますけどもそうではなくてここに限定列挙されているものだけだということで「まあ」あはですねまあちょっとあの逆に難しいっていうこともあるかもしれないですが、えー、何かね、えー、監査基準とか会計手法とか思い出していただいてのみではないなというふうに、まあ、考えていただくとよかったかなと思います。 以もで,ですねこの職業倫理のね遵守に関する方針とか手続きを遵守してない形跡があ,あった場合にはですね気づいた場合には速やかに中止とまあ、こういったね阻害要因があればね政府側適用してあのすぐにね除去するというようなことがありますからすぐ監査を中止するということはねちょっと短絡的だなということでですねまあ今、あのー セーフガードとか阻害要因の話を思い出しなえいう」うに思いますでウですよね「う」のこの、えー、慣れ合いのね慣れ合いっていう疎外要因に関して、まあ、あの主要な担当者を変えるとかですね深度ある監査の審査の実施まあここなんかはもうその通りですし「え」のですねあの新規のね監査の契約の締結とか更新にあたってですねまあ,あ 単なる監査の前提条件を満たしているかだけじゃなくて独立性とかね専門家としての能力を含むね職業倫理の規定を遵守できるかと判断しなさいよということでまあこれもですねあの、まあ、判断できたかなということで問題にもねあの正当可能性高い問題だったというふうに思います。 で問題3ですね、えー、会計手法に関する問題でここはですね、まあ、正当可能性高いにしていますがあのー、ちょっと表現でね、あのー、うんと思ったかもしれないですが、まあ、結果として答えは出たかなと思います。 ででああのあはいいですよねこれね、えー、翌会計期間の終了日まではこれね、えーまあ、役員になることできませんよって話でした。であの「い」なんですよねこれなんかちょっとね言い方があの読んでいきますけど公認会計手法に定める大規模監査法人では業務執行社員のみではなく監査業務の審査に関与し最も重要な責任を有する者もローテーションの対象となると。まあ、まああこれででいいんですけども あの皆さん多分ねあの勉強の中で覚えてるとすればですねよくテキストとかに載せてるのはあの審査担当者とかね、えー、補助者でありながら監査責任者と同程度以上に、えー、実質的に関与している人これはあのー。 ね、ローテーテションの対象とととなりまますよいいうふうふに覚えてたと思いますでそれを当てはめてですねまあ,あのこの「い」の表現であってもね当然ローテーションの対象となるということで間違いはないのであのちょっと皆さんの頭の中にある表現と「い」はですねあの若干違ってたかなと思いますがまあここはあの、まあ、覚えていて覚えていることをですねあの応用すれば解けたかなと思います。ででなんですよねウはこれあの まあ、単独監査、ねえー、になってしまうと共同で監査を行っている場合に、まああのー、共同で監査を行うことができなくなった場合にはこれはですね新たに選任して共同監査しなきゃいけないとありますが、あのー、まあ引っ掛けっちゃ引っ掛けですけども単独でね一時的にこういった場合には単独で監査することができますので、まああのあのー、すぐさまですね あの兼任して共同監査を行わなきゃいけないとするようなこのうはですね罰ということになりますし、絵はいいですよね。これあの引っかかった方は要注意ですけども、あのここはね有限責任監査法人で監査証明が必要だと監査報告書の添付が必要なのは売上10億以上ですよね。ねここはあのまああの勉強されてた方はねパッと気づけたと思います。ということもありですね問題さは。 正当可能性高いというふうにしています。はいで、えっ、ー、と。まあこの辺はどんどんいきます。問題4ですね。問題4のこれ、禁止法で。ここはあのー、まあ、中程度。正当可能性は中程度ということでただね。あの受験勉強の中で結論をしっかり覚えていた方はね。あのー、いらっしゃったと思いますので、あのー、ここは。 あの結論を覚えてた方は意外と中程度にしてますけどもできた方もいるかなと思いますがあのあのちょっとね迷った方もいるかもしれないので、えー、具体的に見ていきますがあですね「いのねここなんかは過去を担当でも出てるんですけども内部統制の「訂正報告書」ではですねこれ監査証明は不要です。 不要です、ね、これはもうか担当意外と過去出てますからここはね、えー、しっかりとこのタイミングで、えー、まああのちょっとね知っておきましょう。で「う」ですね。えー、うはですねこの UFO の提出義務がある会社が発行する林報ですよ臨時報告書これは監査証明いりませんからねちょっとこの必要となる場合があるって言われるとなんかそういう場合もあるのかなと思っちゃうと思いますが林報には監査証明不要ですからあのうは×ということになりますで絵はですねまあこれ知らなかった方もいらっしゃるかもしれませんが内部統制報告書これではですね一、まあ 一定の条件を満たした新規上場会社の場合を除いて監査証明が必要とあの監査証明が必要なことはご存知だと思いますけども一定の条件を満たした新規上場会社を除くかどうかということはねあのちょっと知らなかったかもしれませんこれは実際にはですね上場後3年間はですねあの基本的に新規上場会社は監査証明いらないとただ 資本金100億とか以上または負債1,000億以上のそういう大きい新規上場会社は除きますつまり大きい新規上場会社は監査証明必要なんですただあの資本金100億未満とかね負債1,000億未満の会社で上場後3年間はこれ実はですね内部統制報告書に監査証明がいらないということがあるのでまあこの絵はね、えー、丸の選択肢になりますだから。 うーんまあここはですねあのまあ絵を知らなかった場合にはあと「い」と「う」でね考えるしかなくて「まあイと「う」で判断するしかないんですけどもあのちょっとねことになりますこ,こは、えー、まあできなかった人は何とか他で取るというふうなね戦略で良かったのかなと思います。 はい、えー、次問題5いきましょう今度は会社法上の監査役に関する問題ですねであのー、これはですねまあどちらかというと会社法の問題というかですね <laughs> 会社法通りなんですよね条文通りということなのでぜひですねここは会社法の381条とかね2条あるいは389条あたりの知識をですね思い出していただいて解いていただければよかった問題ということになりますのであのまあ細かい内容ねちょっと時間の関係上あの細かくは見れませんがあのですねえー、っと 監査役会が設置されている、まあ、取締役会設置会社の監査役は、えー、これね、えー、法令定款に違反する事実があると自らが認める時にですね、あのー、その旨を取締役会に報告しなくてもいいということはありませんので報告しなきゃいけないということであわばつと。 であの「い」と「ウはねこれ条文そのままで、まあ、丸ということになって「絵のですねここはちょっとね「あのい」と「ウが条文そのままでまあこれでえー、っと回答出せればいいんですが「絵はねこれは×なんです。で「絵は何かというとあのまあ監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている時に、えー、そのね 当該監査役設置会社の監査役が当該監査役設置会社が作成した事業報告を監査する権限がないことを明らかにした。監査報告を作成しなくて良い場合があると。まあ、これは作成しなければならないので、この絵は罰ということでまあ、絵が確かに難しいんですが。 うがですね、えー、これは会社法の知識そのままですからまああのます、ねまああ,のまあ中程度というふうなあの意見もありましたけれども、まあ、ここは会社法そのままということです。はいで問題6ですね今度はまた会社法の問題で。 えー、ここは、えー、正当可能性が中なんですねであのー、あがねこれは正しいんですがあはねちょっとんこの試験の段階ではなかなか対応できなかったかなと思いますただこれ消去法でね答えが出ますいとえこれはね×罰なんですよね、えー、いは これ見るとですね、指名委員会と設置会社の会計監査人は当該指名委員会と設置会社の執行役に対して会計に関する報告を求めることはできるが取締役には求められないとこれはそんなことないですよね求められるというね396条6項の話、まあ、これも会社法の話ですしあとですね まあこれも実は条文通りなななんですよはは、まあえー、監査役も使用してはならないこれ条文通りなんですが絵、えー、のですねこれ、えー、っと監査役および会計監査人が設置されている株式会社が作成した事業報告およびその付属明細書ねこれにはあ会計監査人の監査を受けなければならない場合があるとここはですね、あのー、受けなければならない場合はありませんのでまあ どちらかというと「絵は×」っていうのが先に判断できるので「と絵」でね切れるかなということで6はまあそうは言っても正当可能性は中程度にはしていますけれどもまあ,あの得、まあ、え問題ね、えー、正答を出すんであればどちらかというと「と絵」が×ということであの回答していただきたいという問題でした。はい、で次がですね四半期レビューの問題ですね。 はいでこれはですね正当可能性がやはり高いにしていますであのちょっとまあ今まで問題六までは正当可能性が高いであっても若干間違うリスクもあったと思うんですがあの問題七はねここはまあぜひぜひねと言っていただきたい高い中でもかなり正当可能性が高い問題かなと思いますまずあのね計画の修正をしないなんてことはこれはまあないですよね計画は常にね変わるものですで えっと「い」いですけどもこれもですねまあ年度の監査で得た理解を四半期レビューに生かすってことも当然ねあの講義の中でも扱ってますし「うです、ね」うは今度じゃあ専門家の業務とか内部監査の利用これは四半期にお,おいて行わないかというとこれ行行いいまますすよね、えー、行いますですから「えー、うも」もバツとうは」はツと。であとももねこれもまあ 実務指針に書いてああることでももりますけどもあの、まあ、講義の中とかでもね扱ってますので四半期レビュー業務にかかる審査の方法内容は柔軟に定めることができますよと、ねえーまあ、質が確保される範囲においてということで、まあ、ここはあの大々全ての、ねえー、文章あの選択肢をご存知だった方が、えー、多いんじゃないかなと思います。 はいで、えー、と次問題8ですね内部統制監査の問題で,すで、えー、これも正当可能性高いにしていますね。でなぜかというとですねまああのこれはまあ「あのー」まあ、あと「い」でね、えー、判断することもできますね。まず「あ」なんですけどもあのー、まあちょっとここの後半ですよ。えー 内部統制監査を実施する前の内部統制構築等の段階で経営者等と意見交換を行ってはならないと、えー、これはですねまああのー、昨っね監査役等とのコミュニケーションや経営者とのコミュニケーションということも、あのー、あるし、あのー、むしろね、えー、これなんか評価範囲が違った時に後になってですね 監査人と経営者の意見が相違すると困るから、早めに協議しておいてくださいね。っていうような条文がありましたよね。根拠規定がね。ですから、あの、そういったことも踏まえるとですね。内部統制構築の段階で、経営者と意見交換をねしちゃ。しちゃいけない。そんな話はないというふうに判断できるかと思いますし。あの、今度、在外子会社のいいですけどね、在外子会社の。 他の監査人の監監査査人結果をを利用すすすするる旨をででね、えー、別途記載するってこことはこれはれ通常ないですよね。他の監査人等を利用した場合や専門家の業務を利用した場合ね、あと内部監査利用した場合これ全てにおいてですね、あのよほど除外事項付き意見とかねそういうようなことがない限りですね、通常あの利用した旨は記載しませんから、まあ、そこをですね援用していただいて回答することはできたかなというふうに思います。 で、えー、まあ「う」と「え」はねこれはあの読んでみるとそのままということでまあ,あのちょっと「う」と「え」だけでねそのままなんで、えー、逆に判断できなかった場合には「あと」「い」でバツにするということで回答する問題でしたね。はいまあ、ちょっと補足ですけども「え」のねこれ監査人は前年度において内部統制の評価結果が有効であった業務プロセスにかかる内部統制の運用状況の評価にあたっては当該・ 業務プロセスにかかる内部統制の整備状況に重要な変更がないなど新たに確認すべき事項がない場合にはこの後ね経営者が評価において選択したサンプルおよびその評価結果を利用することができるとつまり経営者が内部統制の運用評価手続きにおいてですねあのサンプルとして抽出した、えー、そのサンプル あるいは、ね、そのサンプルに対して内部会社の、ね、内部で検証した評価結果これをです、ね、監査人が、まあ、あのもらって、ね、利用することができるんです。 ですからこれ実務上よくやりますんでねあのこういった条件が整えば経営者会社側が行った評価結果とかねそもそもの抽出したサンプルを利用することができるってことは実務上大切なので知っておいていただきたいと思います。はいそしてですね次問題の9ですね。 監査、えー、の品質管理ということですがこれもですねまあ立て続けですけども正当可能性が高いというふうに判断していますね。はいであのー「あ」はもうそのままですからね品質管理基準はあの質を合理的に確保することを求めるんだともうこれそのままですよ。で「い」イのところはですねこれはあの換気法の、まあ、ごめんなさい品気法か。 品法を読んでいた方はね、えー、これどっかで目にしたことあると思いますね。あの品質管理のシステムの整備運用に関する責任者と不正リスクに関する品質管理の責任者はこれ兼任できますからねですので「い」はまあ」あは丸い」は×。で「あのう」はまあちょっと置いといてですねえは これもですね、監査人の交代に関する話で交代に関する方針と手続きでこれはですね前任の監査事務所になる場合と後任の監査事務所になる場合つまり監査をね引き継ぎを受ける場合と引き継ぎをする場合誰かに引き継ぐ場合と自分が引き継ぎを受ける両方の場合についての規定をですね定めなきゃいけないとね方針手続きを定めなきゃいけないっていうのはこれはありますので絵が丸と。で、 ウはあの逆に迷ってしまった方もいるかもしれないですけどもあのここねどういうことかというと「う」は監査事務所は関与先との新規の契約の締結、えー、または行使にあたり関与先の誠実性に疑念を抱いた場合、まあ、これはですね、えー、なんかその後書いてありますが疑念を抱いてる場合は基本的にはあの契約はできません。ねえー、あの ここでね、品規法では25項あたりに書いてあるんですがまずね人的資源がしっかり十分だと職業倫理もしっかり守れますよとで誠実性にもね影響は重要な影響を与えることないですよということであの全てを満たさないと契約しちゃいけないですよというふうに書いてありますので、えー、そういった意味でね、えー、この誠実性に疑念を抱くそもそもねあの大前提で誠実性に疑念を抱いた場合にはまああの この十分な専門要因が存在している場合は「除き」と書いてありますがあのそうではなくてね抱いた場合は基本的に契約の締結更新を行っちゃいけないですよということなので意、まあ e、が×とそこで判断できればいいですが意外とここあの難しかったかもしれないのでそういう意味では「あの A と」「絵がね正しいんだということで、まあ、そこでいけると思うので正当可能性は高いというふうにしています。はい でえっ、ー、と問題の, 10, です、ね、あの問題10はですねこれ保証業務に関する、えー、問題なんですねでまあここ正当可能性高いにはしてるんですけどもあのちょっと見慣れない日本語ですよね。であのなんていうかな内容というよりこう日本語の言い回しで引っ掛けようとしてるかなっていう節があってですねまあ うん、あのちょっと慣れないなって感じですけれどもまあ見ていきますか「あ」はね業務実施者が作成した保証報告書を利用するものまあ監査人が作成した監査報告書を利用するものが当該業務実施者になることはないとつまり、えー、監査人になる、えー、と当該業務実施者ですかね、えー、利用するものが監査人になることはないとまあそうですよね監査人が自分で出した監査報告書を利用することはないと。 いうことですよ。だから、ここ、なんか言い方がね、なんか順序が逆になって,て、変な感じですけども、その後、主題に責任を負うものになることはあると。主題に責任を負うものっていうのは、まあ要は経営者ですよ。経営者が、ね、で、自らその、の会社の監査報告書を利用することは当然あると。でも、これ、基準って逆でしたよね。主題に責任を負うものがですね、あの、保証報告書を利用するものとなることがあるということで、なんか。 これはちょっとねあの言い方をなんか逆にして分かりにくくしただけというちょっとね、えー、っていう感じですけども、まあ、あの正しい選択肢と。でい,いのですねこの合理的保障業務じゃなく限定的保障業務四半、まあ、期レビューを考えていただければいいですがその場合ねえ自らが実施すべき手続き四半、まあ、期レビュー手続きの時とかね実施の時期範囲についての 責任を負わないことこれはいくらね限定的保証業務であっても、えーかんまあ、監査人、ね、がそんな責任を負わないことはありませんから、まあ、あこの「い」は「罰ということになります。で「えー、とう」のね「主題に責任を負う者があ」という話ですけどもこれはもう典型的なあのダイレクトレポーティングのね、えー、ところで出てきた話で、えーとまあ、主題に責任を負う者がですね えー、事故の責任において想定利用者にね主題情報を提示しないと、まあ、ダイレレクトレポーティングの場合ですよこの場合で、えー、あってもね業務実施や監査人はあそ主題それ自体に対するね想定利用者の信頼の程度を高めることには責任を負うけども主題それ自体には責任を負わないともうこれは典型的に丸とそのままですね基準そのまま。であの絵ですよね A のこの主題に責任を負う者が主題情報を事故の責任において想定利用者に提示しない場合、まあ、つまりダイレクトレポーティングの場合に業務実施や監査人が直接に主題情報について消極的形式によって結論を報告することがあるが 積極的形式によって結論報告することはないこんなことはどこにも書いてませんからねあのまあそもそも、えっと、アメリカでね実施されていたあのダイレクトレポーティングというのも積極的形式ですからあのここはですね、まあ、あの消極的形式しかないなんていう話はどこにも書いてないということで「十はまあなんとかね「あ」の読み方が難しいですが「う」はもう絶対正しいと。で「あ」をちょっとゆっくり読むと「ああなんだ」 単に言い,方言い回しをね引っ掛けるための言い回しにしてるだけなんだということが分かりますので、まあ、あと腕でなんとかね取っていただきたい問題ではあったということになります。はい。であのー、今日のですねまあ肝というかね問題11と12まあこれはですねちょっとまあまああのー、問題としてはどうなのというところはありますけどもあのー。 ねえー、見ていきましょう、まあこんなん取れなくていいですけどね。はい、ではまず問題11監査基基準準第2一般基準ですすかからななんかねねりりたくなりますよ、ね、あの計算科目とかで問題文が短くてですねなんか取れそうなのに結構できないっていうことはよくあると思うんですけどもまあそれに近い話でテーマはね、えー、基本中の基本なんですが、えー、見ていきましょう。あです あのねこれはいいですよねあのこの監査人は前年度の監査でね経営者等が誠実だと思ってたとしてもですね、えー、このね職業的会議心の程度を今年軽減することができるかどうかという話でこれはできません。まあ、あはもうこれは絶対にだだと判断してくださいで「い」なんですよねこれは結果は正しい選択肢です。答えとしては正しい選択肢なのであとい「い」が選ぶ。 答え一番になりますけどもい見てください監査人は職業的専門家としての正当な注意を払い会議審を保持して監査を行わなければならないがここまでいいですよね財務所要全体に関連する不正リスクが識別されない場合には実施する監査手続きの種類実施の時期及び範囲の決定にあたって企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなくてもよいと 言ってんですよ。で、あのー、基準上は確かにね。この不正リスクが識別された場合に、想定しない要素を組み込みなさいと書いてあるんで、逆に読めばね。確かに不正リスクが識別されない場合には、想定しない要素を監査計画に組み込まなくてもいいんです。だから、まあ、理,理屈上ガチガチに読めば丸と。 といううことにななって回答もそうなのでまあ逆に受験生としてはね皆さんはいいのかもしれないですがあの実務上ですねじゃあ不正リスクが識別されないからって、あのー、企業が想定しない要素をね監査計画に組み込まないかっていうとまあ基本的には組み込むんですよ、ね、ですから企業が想定しない要素は皆さん実務に出られたら基本的には組み込むと。 そこは、ね、理解しといていいくださいなのでちょっとね、あのー、基準上の話と実務上の話でそごがあるので、まああのー、企業が想定しない要素を組み込まないとちょっとあの上の人から怒られちゃうぞというふうにね思っていただいて、まあ、ここはしょうがない、あのー、基準のものね、まあ、監査論という試験ですから、まあ、まあ基準上は、えー、確かに不正リスクが識別されない場合には組み込まなくてもいいということでね。 まあ、あのー、基準の話だと思って押さえていただければと思います。なので、まあここでできなくても全く気にしなくていいですけどね。はいでうですね。まあ、う監査人は監査を行うにあたってえー、まあ。自らの組織として監査業務の質を確保しなきゃいけない。その通りですが、他の監査人の？ 監査結果を利用するにあたって当該他の監査人の業務の質の確保まで要求されるわけではないと、まあ、これは罰なんですね、まあ、ちょっとこの「う」は判断ここもしにくかったと思うのでそれもあってですねやっぱりあの正当可能性は手にしていますけどもね。 まあ、あのここはですね、まあ、例えばグループ監査の時に他の監査人の、ね、業務に関与するなどといったことが求められるようにやはりね他の監査人の質があの一定程度、ね、確保されていなければこれはですねあの利用する他の監査人の監査結果を利用することにも、ね、問題が出てきますので「まあ、う」はねここは×の選択肢なんだと。 ここでね、えー、まあ今回ちょっとここで抑えるしかないでしょうね。論文に向けてここで抑えておいていただければと思います。で、絵ですよね。絵はこれはまあここはどう判断するか、常識的に判断したらできたよっていう方もいるかもしれないですが。 あの何かね監査人が監査の過程で不正を識別した場合に、まあ、規制当局に事実を報告することなんでこれはですね、まあ、守秘義務違反とならないことがねあ,のありますから、まあ、そういった意味でですね守秘義務違反だとするこの絵の選択肢は×ということで、まあ、意外とできちゃった方いるのかもしれないですがこれはねちょっと「い」の選択肢難しいですからあの特に難しいですから、まあ、この問題は取れなくてもいいかなというふうに思います。 はい、えー、それではですね次またですね問題12ですよね、えー、監査聴取まあこれもですね相当あの会計士官の中でですねあのどうなのということであの回答速報を出すのにですね、まあ、二の足を踏んでしまうあの部分があったんですけどもちょっとね えー、見てみましょうか問題中にこれもテーマ的にはですねまあよしこれはできるぞというふうに思うテーマかもしれないんですがあの見ていきますね。で「あ」ですよ「あ」はこれちょっと引っかからないでくださいね。監査調書の話ですからこれ、えー、監査人の責任において監査人自身が実施した作業に基づいて作成されるものであるため、えー、内部監査人の特定の作業を利用する場合であっても内部監査人の作業に関して 記載する必要はないと。これ、あの監査報告書には記載する必要がないですけども、これ監査長所にはこういったことを書きますからね。ここは引っかからないでください。ということで、あは丸ということになります。で、ちょっといは飛ばします。またこのいの選択肢はね、かなり微妙ですよ。で、ういきますよ。うは、これはあのー 見ましょう監査人は監査における作業の判断の質を自らあるいは組織的に管理するために監査聴取を作成することは不可欠その通りですが必必ずしも紙媒体によるる保存する必要はないこれはもうね基準にも書いてあるし先輩方が、ね、会計士監査法人にいる人がいればそういう話も聞いたことあるかもしれないですが別にあの最近の大手監査法人の主流は紙媒体ではなくてですね電子媒体であの監査聴取を保管してますからあここはもう上回ると。 ここは争いないですねで絵ですね監査人は重要な事項に関する結論を形成する過程で矛盾した情報を識別した場合には矛盾した情報に対する監査人の対応について文書化しなければならないこれは基準通りなんですねでしかもま230の10項ですねしかも矛盾の原因となった不正確な文書や 修正前の文章は必ずしも残す必要はないというのが230の A15 項にあるのでこれはね実は基準通りだから「え」も基準通り「う」も「丸ということで「う」と「え」が答えなるはなるんですがじゃあね「い」がこれ「丸じゃないのと「い」は本当に×なの?」っていう話でですねこれはちょっと議論が相当あるとこなんですよ。読んでみましょうね。監査人は 監査手続きにより入手した重要な監査証拠について監査聴取に記録するのであってごめんなさい重要な監査証拠について監査聴取に記,録する記載するのであって監査証拠の全てを記載するわけではないというふうに書いてあるんですよね。でじゃあ「い」はどう捉えるかというとですねむしろこの「い」はなんか実務って。 知らなないいと解けないんじゃないのというふうに思うわけなんですよで、すよいはね確かにあの監査人はですねあの監査証拠をどう捉えるかというと基本的に監査人がですねあこれはね監査意見を形成するにあたってですね必要だと、まあ、ある程度重要だと思えばそれは監査証拠にするんであって、えー、監査証拠にしないものつまりこれはまあ特にねあのー 関係ないやというものは、まあ、参考資料とかね情報という位置づけで監査証拠とはしませんですから確かに監査人の、ね、実務的な観点からすればあ監査証拠っていうのは全て大事なんだからだからあの全てをね監査調書に記載するんだと。で逆にね会計士協会のレビューとかでね、えー、よくあるのは監査調書に書いてないのはもうそれはね、えー、監査したことにはならないんだと。 いう発想なんですよだからあのもう大事だと思うものそれは全て監査証拠ですけども監査証拠は全て監査聴取に書くと書いてないものは監査したことにならないということでねあのすごく実務的な感覚ではあるんですよ。でももこれもう一回見ますけど 全ての、ねえー、監査証拠の全てを記,記載するわけではないとあってこれですね皆さん、あのー、参照していただければいいんですが換気法のんですよ監査調書の範囲は入手した監査証拠の重要性の程度を考慮して決めると基準に従ったらこれ「い、e」は丸なんじゃないの というふうに思うわけですよつまり問題12ではね、このイの選択肢は基準に従うとイも丸、ウも丸、エも丸なんじゃないのというふうに思いますでもイは、ね、実務的な観点からはまあバツでもいいかなと思うのでウとエが答えになるわけですこれに対してちょっと戻りますよ戻りますけどもあの問題11ですよ問題11はこれやはりね選択肢イなんですけどもこれはですね実務的な観点からすれば 別別に不正リスクが識別されなかったとししても企業が想定しない要素は組み込むんですよ普通ただまあ基準上ね組み込まなくてもよいということで基準の観点からしてね「い」は「丸ということで正解の足になっていると。なので問題11は基準の観点問題12はねこの「イは基準の観点で判断したらちょっと丸になっちゃって「イとウとえ」迷っちゃうんじゃないのと。 いう,ふうにですねあのちょっとですね立ち位置が違うかなという気がしますので問題11問題12はねこれはちょっとね難しい問題ですのでまあここで取れなくてもねしかないというふうに思っていただいてあの結構ですね、でね。あのこういったようにですね後半なんか難しい雰囲気があってあのこのままですね正当可能性が高い問題があまりないという状況になってます。じゃあ問題13見ていきましょう 問題13はですね、これです、えー。リスク評価及び評価したリスクへの対応に関する問題ということになります。これはあ正当可能性は中程度というふうにしていますね。で、あのー、答えはイと A なんですよね。で、あのー、まずアなんですけど、アはねこれ切れたと思います。 あの特権リスクかどうか判断するにあたってここ内部統制の影響を考慮しちゃいけないよこれは基準上あったと思うんでここは、ね、読んでいれば分かったかなというふうに思います。でまあいいですよねこれあの受託業務にね関してですけどもあのまあ委託業務かあの非監査会社がその業務の一部を外部に委託していれば委託業務ですけどもこれはですねで住宅会社が あの提供する業務に関して十分な理解を得られなかった場合にはですね、えー、受託会社に直接応差するということはありえますよということで、まあ、ここは細かい話ですけども、まあ、基準には書いてあるということなんですね。でえっとなので「イはまあ「丸とただ「あ」が×っていうことが分かる上に「う」ですね。ここれもあのだとということは あのこれ勉強とかねあのー、よく基準読んでたり講義聞かれた方はねうも罰だというのはできたかと思いますなぜかというと監査人の実証手続きによって発見された重要な虚偽表示は内部統制の重要な不備の存在を示唆するとしたがって実証手続きによって虚偽表示が発見されていないことはあ検討対象となっているアサーションに関する内部統制が有効なであることの監査証拠となるとこれあの逆は成り立たないんでしたよねつまり 重要な虚偽表示があれば何で虚偽表示識別できなかったの内部統制に不備があるんじゃないのという発想にはなるんだと。だけど実証手続きによって虚偽表示がないつまり財務所要は正しいとしたとしてももしかしたらですね内部統制つまりチェック体制はしっかりしてないかもしれませんチェックはししっかりしてないんだけどあの担当者がねあのしっかりして、えー、仕分けを間違ってないので結果として財務所要は合ってると。 チェックはしっっかかりできてなかったけれどもねということは十分にあり得ますので、まあ、これよく言う話なので、まあ、そういった意味で「あと」「う」はですねこれは×ということで、まあ、正当可能性「中」なんですけどもしっかりね講義や基準を聞かれてた読んでた方は「あ,あと」「う」で切れたかなということで、まあ、私個人的にはここは「こう」でもあの正当可能性高いと言ってもいいのかなとは思いますけども、まあ、あの一般的な観点で「中」程度というふうにしています。 で、絵もですねこれもあのまあ、えー、明らかな緊張なあ競技表示を除いて、えー、適宜ね適切な階層の経営者にまああのー、競技表示を修正するよう求めなきゃいけないということですからね、まあ、これも正しいということになりますのでまあ,あの比較的意、えー、の選択肢が細かいですけどもまあまあ判断できたかなというふうには思います。えー、はい。 で問題の1314、えー、ですねごめんなさい14はい、えー、監査計画に関する問題ですねであのー、これはですね正当可能性高いという風にしていますねはいであのー、あはいいですかねこれ基準通りですよ えー、基本的な方針と詳細な監査計画は相互に密接に関連すると。で基本的な方針が詳細な監査計画を作成,作成するための指針となるように、えー、策定しなきゃいけないと、まあ、これ基準そのままで。で意は意外とですねこれ実務を知ってるとあそんなことないよと思うんですがあ,のあんまり基準でね、えー、判断できなかったかもしれないですがこれ、あのー、2行目がおかしいんですね。 監査責任者自らが監査計画を他の監査チームメンバーに頼らず策定しということであのそんなことは実務上ありませんこれ監査責任者ってパートナーつまり監査法人の社員のことですからあの社員自らが監査計画を、ね、他の監査チームメンバーに頼らず策定するなんてことは通常大手監査法人ではまあないですからね。あの まあ主査とかねねそういった人が、まあ、みんな協力してです、ね、監査計画をチームメンバーがいろんなチームメンバーが協力していろんな知識を持ち寄って計画を立てますから、まあ、ここはね今あの実務的には明らかに罰なんですが、まあ、あのなんとかねここは基準も細かいですけども読んでた方判断できればよかったかなとは思いますけども今ちょっとあの若干間違ってもしょうがないかなと思います。ただねウですよこれ 重要まあ監査の基本的な方針を策定する際に重要性の基準値決定しなきゃならないが最後の行手続き実施上の重要性と一致させる必要があるとこれ一致させる必要ははっきり言ってありませんからね一致させる必要はありませんからなので、えー、これはですねまあここはいいですよね。 受、えー、性の基準値よりもちっちゃい金額として設定する必要ありますからここは×と。でえっとなのでまあまあ「い」まあ、いがどうかなっていうことであっても「う」は×と。でえっと「え」ですね。 絵はですね、あのー、これも基準通りといえば基準通り容易にね監査手続きを予測されるって監査の有効性が阻害されてはならないけれどもあつまり有効性の損なわないための配慮は必要だけどもお内容についてね経営者と協議することがあるとこれは基準そのままですからまああと絵が丸と。で「い」は分かんないけど「う」も×だし「い」イもね頼らずに社員のすごい偉い 社員というのはまあ会社でいう取締役ですからねそのレベルの人がですねあの自ら監査計画を立てるっていうのはまあちょっとね想像し難いかなということで、まあ、あと A で、えー、回答正解あと A を選んでいただきたい問題ではあったということになります。はいで、えー、と問題15ですね問題15これはどうだったかというとですね えー、監査人の意見表明に関する話ですこれは、えー、レックとしては中程度ということで、えー、これあはね意外とうんと思うと思うんですよね、えー、監査人は特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務省の適正性に関する意見を表明する場合には 当該財務省に重要な虚偽の表示が存在しない旨を記載しなければならないと、まあ、こういう引っ掛け,けというかねこういうことってあの論文でもね過去似たような問題出たことあるんですがこれ虚偽表示が存在しない旨を記載するということですがあの存在しないことについて合理的な保障を得たとあくまでもですねその 経営者の作った財務書表のについてですね、そういう情報について、えー、まあもあの合理的なレベルで保証するということであって、虚偽表示が存在しないという旨をね直接虚偽表示はないと、これ言うのは経営者ですから、まあ、ここはねそういった意味で、えー、間違いの選択肢だと判断していただきたいと思います。次、いわこれは引っかからないでください。監査人は監査意見の表明にあたっては。 これ重要な虚偽表示リスクは基本的にこれ会社側のリスクですからね、えー、まあ発見リスクをね、えー、監査人があのまあ調整してですねそして監査リスクを合理的に低い水準に抑えた上でね、えー、意見を形成するに足る基礎を得なきゃいけないのでここは重要な虚偽表示リスクじゃなくて監査リスクですよねだから罰ということになります。で「あのう」これはもうそのままですからね、えー、まあ会計方針不適切。 でであればですね、えー、除外事項を付した限定付き適正意見、ねえー、あるいはああまああるいはじゃないごめんなさい、えー、これ全体としてね虚偽表示ではない場合にはやっぱりね限定付き適正意見ということになるということで右は丸だしこの、ねえー、不確未確定事項の絵の基準もこれもまあ 基、ねえー、基準準そそののままのまま監査ですからね意見を表明できないことがあるということで「う、えー」ウと「え」が「丸と判断していただければよかったということで、まあ、ここも正当可の性「中」ではありますけれども「まあ」あがちょっとね、えー、どう判断するんだってところで迷われた方がいると思うんで「中」ではあるけど、まあ、結果として「う」と「え」が選べたということであればそれはね、えー、それでよかったですし「う、まあ」ウと「え」を選べる 可能性も、ねえー、まあここでは正当可能性中ですけどもできれば取っていいたただきたい問題ではあったと思います、はい、で問題16継続企業ですね。で継続企業はですね担当は過去結構難しい特にね四半期の市販機能継続企業とかね、まあ、難しい論点が過去結構出てますから、あのー、ここに関してはえうっともうタイトル見て。 ちょっと後回しにしようと思われた方いるかと思うんですが今回はですね監査基準監査基準ですよ環境じゃなくて監査基準の報告基準が意外とそのままなんですよ。なのであのここはですね、えー、試験の前にでもですね監査基準の原文を直接読まれてた方は何てことはないという問題ではあったんですがあまりにもちょっと原文で唐突すぎてですねあの正当可能性は中にはしてます。 でまず「あ」から見ていきますけども「あ」はですねあのこれはあの不確実性が認められる場合であってもねあのその不確実性が適切にはあの記載されていればですねあのこれ別に、えー、これその後重要な不確実性が及ぼす影響に関する除外事項を付した限定付き適正権こんなの求められていませんからこれ「はあ」はねそこで、えー、罰にできると思います。 意、えーいいね、いいもこれもですね、あのー、基準そのままと、ねえー。継続企業を前提として財務省を作成することは適切だけども重要な不確実性があるという場合でそれが適切に記載されてないとそういった時にはですねもう、まあ、これはあ、ねえー、除外事故を付した限定付き適正か不適正ということでそのままと。で,、えー、うですようは ここれはでですすねね基準こんんなな短絡的じゃないんです、ね、債務超過とかの状態で継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況があるという時にですねあのその場合に経営者が評価および対応策を示さない時はこれはね意見表明の適否を判断するんであって。 意見を表明してははななならいいわけではない、ねえー、その場合はもちろん評価を求めたり、ね、対応策をちゃんと求めてです、ねえー、それで意見表明の適否を判断するということですのでここ「上は罰」と。で「絵、えー、はねこれ一定の事実ですよね。あの公正手続き開始決定の取り消しとか不認可こういった一定の事実がある場合にはです、ね、もうこれはあの継続金を前提とした、えー、財務省票は不適正だと。 もうその時すぐに解散生産するわけですから、まあ、生産価値のねえつまりその時の価評価した基本的には価評価したですねあの生産 BS をですね、えー、作るということになりますのであのー、まあのんきに減価償却してる場合じゃないということですよねもう潰れてるのに実質的に潰れてるのに取得原価主義だとかって言ってですね取得原価を据え置いてですね母価をねあの毎期毎期減価償却していくと。 そういうい発想じゃなくてもう会社が潰れてしまったら今いくらで売れるかという話ですから、まあ、そういった場合にねですから、まあ、あの問題16はね、えー、これで、えー、意図得ということになりますがちょっとね、あのー、まあそうですねうん判断に若干迷ったかなというところも考えられるので、えー、正当可能性は中程度ということにしています。 はいで問題17、ね、追記情報の問題ですけどもこれ見ていきましょう追記情報ですねこれはまあこれも正当可能性中程度とはしていますねであのー、あはいいですかね、えー、これ、財務省にね表示または開示されていないことはダメですよね協調事項ね協調事項は開示されてる事項に、えー、限定される。 その理由はですね、この1行目後半から財務諸表に当該事項が適切に表示または開示されてないことを示す可能性があると。だからね、協調事項には財務諸法に開示されている、表示されている事項に限定するんだということです。で、これは丸出し、E もね、これも基準通りっちゃ基準通りなんですよ。監査報告書に協調事項区分を設ける場合には、 当該事項について財務省の重要な虚偽表示がないという十分かつ適切な監査証拠を入手しているとは限らないこれは限りますね。十分かつ適切な監査証拠を入手してなければ虚偽表示がないというね、えー、その十分かつ適切な監査証拠を入手していなければ強調事項は設けられませんからそれは意見に関する除外になっちゃいますからいはこれは絶対罰ということになりますでうねうはここはちょっとねあの対応 できてなかった受験生の方もいらっしゃるかもしれませんが、監査には監査報告書にその他の事項区分を設けることが見込まれる場合には、その旨と当該区分の文言の草案について監査役等に報告しなきゃいけない。これはまあね、えー、っとちょっとここで丸と判断できなかったかもしれないですけども、知っておきましょうということですね。で、う,うはですね、これえー、っと一般に 監査報告書には区分を設けて利害関係の記載をするがこれ最後ね、えー、その監査報告書に利害関係について記載することはね求められているわけではなく任意の行為だとこれは別に任意じゃなくて基本的にこれはあの求め監禁、ねえー、法上まあ、まあ、これ実務指針などにも書いてあるんですけどもここはね任意ではなくてあの えー、基本的に利害関係の記載は求められていますので、えー、ここは×ということで、まあ、ちょっとね「う」と「え」が難しいかなということであと「い」は判断できるんだけれども「う」と「え」が難しいのでここの問題17は中程度ということになります。はいで問題18ですね「比較情報の監査」と。であのー、ここもですねうんちょっと中程度ですねあのー、してますけども。 あの「あ」はですね実はこれ基準通りなんだけどちょっと引っかかあの逆に読んでた方がですね知識があって引っかかっちゃわないように、ね、してほしかった問題ですねあの。前年度の監査報告書で限定付き適正意見が表明されていてかつその原因となった事項が未解消の状況だと、ね、ここがポイントなんですよ。この未解消であるとで未解解消消でででああるると場合で その当該事項が当年度の数値には関連しないときはえこれ最後ねえ除外事項として取り扱う必要はないとこれは取り扱うんですよね。これなんか似た基準を思い出した方がこの選択肢丸だと思っちゃったかもしれないですがこれはですね似た基準確かにあるんですよ。あるんですがそれはですねかつその原因となった事項が解消された場合でね当期の 財務の数値には関連しないとき、この場合は確かに除外事項として扱う必要はないんですが、未解消の場合にはこれは除外事項にしなきゃいけないので、あはバツということになります。これちょっと引っかかっちゃったですよね。あのまあ惜しいですけども、ここは難しかったかなと思います。で、意とウはですね、あのまあこれは実はえま基準通りということになっていて、意とウはね。 環境710ちょっと細かいですけどもこれはまあ書いてあるんでまあそうは言ってもちょっとここの「意図を判断はするのは難しかったかなと思いますが、えー、丸とということになりますでまあ,あのこの問題がですねあのそうは言っても中程度というのは、まあ、あのところでこの未解消だったところに引っかからなくて×にできると。 A はねこれは罰にでででききるととと思ううんんすすなぜかというと読んでいきますよ比較情報が対応数値これまあ日本のね制度ですけども対応数値によって表示されている場合監査人は当年度だけでなく比較情報の対象である前年度の財務省についても経営者確認書に記載するよう経営者に要請これは比較財務省方式ですから、まあ、ここでね 絵も×だということで「あ」に引っかからなければあと「A が×ということでできたかなということでまああのちょっとね「あ」の引っかけのことからまあ中程度というふうにしていますね。はい、でえっと問題の19、えー、今度「後発事象」です。まああのここはですねちょっとまあ高いあの正当可能性高いにはしています。でえっと これ見ていきますと、ア、ね、はあの期末日後の期間に対する予算や資金計画のような最新の利用可能な経営管理資料を通読しなければならないとこれね枯発事象に関する手続きで例えばね、えー、もっと機中財務省の通読とかってあったと思いますけどもこれはね利用可能な場合なんですよ。 利用可能な場合には基中財務諸表とかですねこの経営管理資料を通読しなきゃいけないということであの必ず、ねえー、通読しなきゃいけないわけじゃないので「あ」は間違えということになります。はい、で「い」はですねこれはまあどれだけちょっと。 簿記の,のね知識で想像できたかというところですが監査人は期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し財務省の修正または財務省における開示が要求される全ての事象を把握し識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続きを実施しなくちゃいけないんだけれども期末日現在の残高についての監査証拠の入手を目的とする手続きによって後発事象に関する証拠を入手する場合があると。 あのこれはですね皆さんあの実務に出られるとよくやるんですがあの期末日のねあの売りかけ金の回収についいいてて考えてみるといいわけです期末日で売掛金が1億円とでこの1億円本当大丈夫かな実在性あんのかなっていう時にですねあの3月末決算であれば4月とかね4月の末とか5月の末とかにあの売掛金があのまあ翌月。 のとかに入金されることがあるわけですねでこの入金をもってですねああよかったよかった売掛金の実在性あったなというふうに3月31日の実在性っていうのが分かるわけですけどもここでですねあの売掛金が1億円貸し倒れたということであれば。 これはあのいわゆる修正後発事象ですよねつまり売掛り金も4月の末でもう帰ってこないことが分かったんであればつまりその相手先が倒産した等でね返ってこないんであれば3月31日売掛金1億円確かにあるけれどももう帰ってこないことが分かってるのでこれはまさにですね修正後発事象になるわけでこの問題でいうね 監査証拠の入手を目的とする手続きつまり三月三十一日の売掛金の実在性という証拠を入手する手続きをやることによって結果、ね、修正公発に関する監査証拠が入手できるということで、まあ、これも講義で説明している話ですよねですから、まあ、今何とか、ねえー、想像できた方は分かったかなというふうに思います、はい、で、うはちょっと細かいですよね えー、監査報告書日の翌日から財務省の発行日までの間つまり事後判明事実1ってやつですけども通称ね1ってやつですけども事後判明事実を知ること,ところとなり監査人が財務省の修正または財務省における開示が必要であると判断する状況においてまだ監査報告書を企業に提出しておらずかつ経営者が財務省の修正または開示を行わない場合はこれはねもうあの除外事項付き意見を表明することがあるということでまだ 監査報告書を会社にも提出してないなとね、えー、監査報告書日の翌日なんですけども、えー、まだ監査報告書を、えー、会社に渡していないというこの状況の時に、えー、やっぱりね監査報告書を差し替えてですね、えー、除外事項付き意見を表明することがあるまあこれはまあ細かいですけどね、えー、ここで判断できなくてもいいんですが、まあ、これは正しいということになります。で絵ですよね絵ははこれはですね。 ここはすでに財務省が発行されたつまり事後判明事実の2でこの場合にはですね監査人は以前に提出した監査報告書についてこれ当然記載しなきゃいけないというふうに規定になってますし、ねえー、ここは学習されてたかと思いますのでまああの「あ」でねちょっと切れるかどうかというところありますけども「あ」が切れれば絵が切れるということで,でまああの。 まあ「いが丸」がもまあ丸かな、まあ、うがちょっと悩ましいですけども「まあ」あのね通読しなければならないというところがまあ切れるかなというところで、まあ、正当可能性高いにしていますはい、えー、とそれでですね最後の問題問題20にいきたいと思いますね。ここは正当可能性これも高い、えー、ごめんなさいこれは、えー、と高いですね高いにしていますと。 ですねで、えー、っとこの「あ」はいいですかねこれ、えー、追加的な監査手続き実施したけども、えー、監査証拠を入手できない場合これはですね不正による柔軟虚偽表示の疑義があるということですから「存在すると認めてはならないと」とこの言い方が何かね言い方で引っ掛けられてていいようで嫌ですけども「存在している」と認めてはならないなんだ一瞬なんだと思いますけどもこれは罰ですよね。 重要な虚偽表示の疑義が存在するとまあ認めなければならないわけです。この言い方をするんであればね、もう存在してますと言い切っちゃっていいわけです。追加的な手続きを実施したけども証拠を入手できなければ、えー、疑義が存在しているとみなすわけですから、あのここはですね、えー、あはバツということになります。で、あのイはねこれはあのまああの不正による重要な虚偽表示の疑義が存在していると。 ういうことを確かめるために、えー、追加的な監査手続きを実施するというのはですねこれはあの正しい、ねえー、確認上に説明のつかない際がある場合に、まあ、追加的な監査手続きをするのは正しいです「すで、う」のこれもなんとかちょっと常識的に判断できますよね不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合に監査の最終段階で報告すると。 ね、監査の終わりになって報告したってもうそれは遅いよって話でですねあの監査の最,、まあ、最初っていうかね発見したら適宜報告する必要がありますのであと絵ですね、えー、とこれもあの基準で読まれてた方はいいと思うんですが示唆する状況を識別したんだけれども、ね、経営者の説明に合理性があるとして不正による虚偽表示の疑義がないと。 いう,ふうに判断した場合はそれを監査調書にね旨と理由を記載しなきゃいけないということで絵、まあ、とね、えー、と意図絵はまあ基準読んでいれば判断できたかなということであの正当可能性高いいにしています、はいえー、これ以上でね、えー、この問題2週も見てきましたけれどもあのちょっとねあの一応現段階での正当可能性の中高 とということであのレックとしても判断して発表してますけれどもあのもちろん回答冊子になる時にね、えー、またあのさらにね、えーまあ、あの検討した上で正当可能性は発表したいと思いますが、まあ、あのそこに若干のブレがあったとしてもですね最初に画面に映しました通りこんな感じで、ね、まとめると問題1。 から問題3が正当可能性高い4が中程度5が高い6が中程度で7から10までが高いそして11と12が低いで13中程度14が高い15から18が中程度の1920が高いということで全部で正当可能性高い問題が11問中程度が7問低いが2問で、まあ、合格ラインが13から14問程度ということでまあまあ結果として見てみればまあまあ うんと平年並みというかですね、まあ、そんなにあの何かえとっぴな、あのー、合格率になってるというわけではあの、えー、合格ラインになってるというわけではないんですけれどもあのまああのー、ちょっとね後半が、あのー、解きにくかったということもあって、あのー、皆さんの中では前半は難しいけど後半はね ある程度毎回過去をやってれば解けるだろうというふうに思ってた方なんかは逆にちょっと焦ってしまってそれでねあの得点をね焦ったかゆえに落としてしまったという方がいらっしゃったらその方はですねまあ,あの論文になった時にね論文式試験でも同じことが言えてあの傾向っていうのは変わりますから先入観を持たずにねあのここができそうだったのにできなかった ということでいちいちめげずにあのできそうだったけどできないっていうのは別に皆さん周りもできてないんだというふうに思っていただいていいですからね。なのであの前半が難しいか後半が難しいかっていうのは本当に時と場合によるということをね改めてここでですね、えー、確認していただいてあ,のあるいはね、えー、今回担当式受けなかったけれども次回の12月から受けるんだという方で動画見られている方はですね、えー、そういったね、えー、形式先入観問題の難易度等に ととらわれないいいでやってたただきたいと思います、ね、えー、まあ今回20問ですが昔実はこれ16問だったんですよ。であるいはね選択肢もこれ、あのー、1から6までね、えー、あってで「あいうえ」の4択です四択というかね、えー、選択肢4つですよね「あいうえ」でその全ての組み合わせが6パターン出てますけども昔はですね「あいうえを」まであった。 ですからちょっとですね形式も毎回ねあのここのところ安定してますけども変わる可能性があるというふうに、えー、認識しておいていただきたいと思います。はい、えー、まああのね、えー、何はともあれねこれあの本当にね本試験お疲れ様でしたということですけどもあああの、まああのまとにかくこれまあ、毎回他の先生も言われると思うんですがあの 予備校が発表している合格ラインはあくまでもね、えー、その時点の予想であってですね実際には本当に相対的にあの何名ぐらいの合格者ということでねあの大体何パーセントというのが決まるわけですからあのギリギリのラインにいる方なんかは特にですねあのもう 試験のことを忘れてですねあの論文の勉強特に租税法とかですね、えー、経営学ねあ,のあまり勉強してなかったという方多いと思いますから、あのーまあ、あの特にレックではね、えー、これと,とにかく担当受かるんだというカリキュラムでやってますので、えー、そのねほ、えー、の勉強を徐々に、ね、進めていただきたいというふうに思います。 はい、えー、まああのー、そういったことで、えー、監査論はですね、えー、ここれでね回答速報を終わりにしますけれども、あのまずね、えー、この後もね、えー、まあ、8月3ヶ月間ですけれども3ヶ月間は逆に、ね、ありますからそこに向けてね勉強頑張っていただきたいと思います。はい、えー、それでは、えー、平成30年第2回担当資本試験監査論の回答速報を終わりにしたいと思います。どうも皆さんお疲れ様でした。